台南に来たことがないと台湾に行ったこととは言えません。はい、どうも清水俊介です。ここ、台湾では10月の7、8、9、10と国慶日というのがあって、まあ、日本でいうと建国記念日ですね。で、祝日が4日間連休であるんで、今から台南に遊びに行きたいと思います。台南に無事到着しました。台南に来たことがないと台湾に行ったこととは言えません。はい、台南来ました。無事ね、台鉄の在来線の台南駅に着いて、今から歩いてホテルに向かいたいと思います。10分ぐらいで着けるんで、ちょっと散歩がてら歩いて向かいたいと思います。台南暑いかなと思ったら、あんまり台北と変わんないですね。なんかダンスイベントやってますね。はい、無事にホテルに到着しました。こちらが3日間お世話になるオリエンタルホテルです。しょ、お、月も広っ。広いんじゃない？わあ、いい感じです。ホテル到着。トイレはこんな感じですね。浴槽がある。かなりでっかい机もあります。外の景色気になるな。あ、ちょっとベランダ見たくなってますね。はい、無事ホテルに到着しました。新幹線でだいたい1時間半ぐらいで来れました。新幹線の中で寝るかなと思ったら全然寝なかったですね。あっという間に過ぎちゃいました。全然ね、ほんとね、弾丸みたいな旅行で全然下調べしないで来ちゃったんで、ちょっと今からね、台南で行くべきところちょっと探して決めて、夜の街をちょっと楽しみたいと思います。まだちょっと夜まで時間ありますけども、もうちょっと台南でね、良い時間過ごせたらなと思います。はい、夜になりました。今日はこれからこの U バイクに乗って、ちょっと花園夜市っていうのかな、中国語だと花園イエスっていうところに行きたいと思います。お、行けた。初めて U バイクの電動のやつ乗ってみたんですけど、ちょっと漕いだだけでグーンって進んで、やばい、めちゃくちゃ速い。10分ぐらいで行けるところなんですけども、多分10分もかかんないで行けるんじゃないかな。めちゃくちゃ快適だわ。
はい、なんとか自転車で無事にファーユエンイエスに着きました。あの思ってたよりもちょっと自転車がちょっと走りづらしたらあれなんですけども、まあ、そういうのもあったりして道もちょっと分かんないとこも多くて多分20分以上かかりました。多分10分もかかんないで行けるんじゃないかな。まあ、すぐ僕の今左手側に夜市があるんですけども、このね規模は半端じゃないですね。人も多いんでしっかりマスクして行きたいと思います。行ってきます。これはカラオケなのかな。オッケー。うまい。谢谢。要不要袋子？啊，不用袋子，谢谢。はい、帰ってきました。疲れた。帰りはね、さすがにバス使いました。今日は台南に初めて来て、中国語では花園イエシに行ってきました。でかかった。めちゃくちゃでかかった。台北に住んでるんで、台北の夜市はよくいろいろあちこち行ったことあるんですけども、もうその規模をね、はるかに超えてましたね。で、なんか調べたら台南の夜市って毎日やってるんじゃなくて、曜日によってやってる夜市とかやってない夜市があって、まあ、台南出身の友達が今日友達に言われるがまま適当に行ったんですけども、たまたま今日行ったところがやってて、で、調べたら土日木しかやってなくて、今日土曜日なんで空いててよかったなと思って、もしね、知らないでやってない曜日の夜市に行って、行ったはいいけどやってないしたらちょっとやばかったですね。いや本当にね、あんまり調べずにね、あちこちちょっと行ってるんで、まあいろんな失敗も多いですけども、まあとりあえず1日目無事終わりました。まだあと3日間あるんで、ちょっといろいろ台南を楽しみたいなと思います。今日はもうちょっとお風呂入って寝ます。それじゃあおやすみなさい。はい、今日は台南2日目ですね。1時ぐらいに起きました。ここね、数日ちょっとね、しっかり寝てなかったんで、ちょっと台南で早く起きていろいろ観光しようかなとも思ったんですけども、やっぱり睡眠の方が大事だと思って1時ぐらいまでぐっすり寝ました。今日これからちょっと近くに担々麺が美味しい店があるっていうのが分かって、ちょっとそこ行ってこようかなと思います。行ってきます。あ、ちなみにあの今日実は僕の43歳の誕生日なんですよね。おめでとうございます。自分で言うなっていう感じなんですけども、ここ台南で43歳の誕生日を迎えました。で、実はこの台南の旅行は自分への誕生日プレゼントの一つでもあるんですよね。
だからまあ今日一日、まあ、自分の誕生日ということで、まあいろいろ美味しいもの食べたり、いろんな経験したいなと思います。それでは2日目行ってまいります。国慶節だからなのか、結構なんかシャッター閉まってて休んでる店が多いですね。この立派な建物は何なのかな。国立台湾文学館って書いてますね。へえ、立派な建物だ。すごい。わお。うわ、超うまい。はい、今日ね、誕生日でちょっとケーキ食べたいなと思って、今からケーキ食べれる場所に行っていきたいと思います。ラストオーダーが9時でもう閉まってましたちょっと予定変更して別の場所に行きたいと思います。ありましたね、日本の味、うたまろ。でかっ。いやいや、まさかここ台南で誕生日の日に日本食食べると思わなかったですね。歌丸さんありがとうございます。はい、台南2日目無事に終わりました。ここ台南で43歳の誕生日を
迎えることができました。今日はまあ特に観光スポットという観光スポットは回れなかったんですけども、あの1軒目の単通麺のお店で待ってた時に韓国人の、ね、女性が旅行に来てた方が声かけてくださって、本当は長く待たなきゃいけないところを一緒にお店に入って一緒の座席であの案内してくださったおかげで早く入って、食事をすることができました。はい、はい、ということでね、台南2日目無事に終わったということで、また明日が最後のゆっくりできる日なんで、明日はちょっと早起きしていろいろあちこち歩き回りたいと思います。じゃあおやすみなさい。